田村智子さん、はい、では最後の質問になりますけれども、やっと給食費までたどり着きます。えー、法案では、えー、これまで教育保育給付に含まれていた、えー、給食の食材費を、えー、公的給付から外して、実費徴収の対象と条文でするわけですね。で保育所には、えー、給食、まあ、おやつを含む、ですねこれを実費として保護者から徴収するという義務が新たに課せられることになります。 これはの、100人規模の施設で単純計算すると、年間300万円程度の新たな実費徴収をすることになると思うんですけれども、これ、保育の現場からは、給食もおやつも本来保育の一環なんだと、なぜわざわざここだけを切り出して、実費徴収なのかと、これはね、一番強い批判の声が上がってるんだけれども、当然だと思います。でしかも事務処理の負担、これは保育現場、本当重くなると思うんですね。え大体あの預かってるお子さんのうち、生活保護世帯、 年収360万円未満の世帯、あるいはそのひとり親世帯がね、どうかと、こういうことをつかんで、で誰に対して徴収をするのかっていう事務を、保育所が負うことになるわけですからね、であの未納が起きた場合にも、ですねじゃあ、その未納分どうするんだということのリスクも、保育所が担うことになると。 昨年も私あの、この委員会で、こうした問題を指摘をして、事務負担の問題、どうするんだというふうにお聞きしましたら、大臣からは、施設や自治体の事務負担等につきましては、子ども・子育て会議の議論も踏まえ、具体的な制度設計を行ってまいりたいという答弁されたんです。ところが、事務負担軽減や、未納と,となった場合の対応など、何も示されていないんですけれども、これ、どうなっているんでしょうか小野田内閣府子ども・子育て本部統括官。 お答えいたします、えー、保育所におきましては、これまでも保護者にご負担していただいてきました、所、えー、食費や、えー、行事費等と合わせて、副食費も徴収いた,だいただくことになりますが、えー、この食材料費の取り扱いにつきましては、保護者や施設の方々にご理解いただけるよう、分かりやすい周知用資料を作成するなどして、行政の責任におきまして、丁寧に周知説明を行い、円滑な実施に努めてまいります。えー、また各施設における円滑な食材料費の 聴取に資するよう、目安となる額や、徴収額の算定にあたっての考え方などを通知等によりお示しすることとしてございます。さらに、公定価格におきましては、これまでも事務職員を配置するための費用を措置しており、それを活用することにより、徴収事務を配置職員に担わせたり、業務委託することが可能な仕組みとなっているところでございます。加えままして保保育育所ででの副職の費費円滑な聴事務に資するようこれまでも保育料や給食費 などを施設で徴収している認定こども園での抗議例を周知することなどに,よりなどにつきまして、引き続き検討してまいりたいと考えてございます田村智子さん。あのね、主食費はこれまで実費徴収してたっていうんですけど、これ、丸めて保育料として自治体に納付しているようなやり方もあったでしょうし、私も子ども預けてましたけど、主食費を徴収されたことないですよ、自治体が見てるってとこ、たくさんあると思いますよ、だ全く新たな業務なんですよ。 それであのそもそもね、公定価格の人の配置では、保育所を運営することは困難だって声が起こってて、だから多くは保育所は自らの持ち出しで、保育所をはじめですね、職員の配置を上乗せしてやってるんですよで、これまでもね、事務職員の配置の費用をね、措置しているっていうふうにあの答弁されましたけれども、新たな事務の発生に対する新たな配置や、新たな費用っての見てないわけなんですよね。 でまあ、の行政からも周知するって言ってるんですけど、まあ、実際にはチラシなど配る程度だというふうに思うんですけれども、これしかもね、3歳児以降は無償化だ、無償化だっていうことばっかりの方が安倍総理、先頭にですよ大宣伝やってるわけですから、そこで給食費って言われたら、ですね保護者にしてみたら騙された感ですよ、これ、起きてくると思うんですよ、そういうトラブルも全部保育所が担わなきゃいけないんですね。 ね、実費だ、実費だって強調すればするほどね、例えばすぐ思いつくのは、インフルエンザで1週間お休みしましたと、なんでその分の1週間の給食費を私は請求されなければいけないんですかと、こういうトラブルだって生じることは想像に難くないわけですよね、施設やこういう保育士さんの事務負担の重さ、これはね、これまでも保育士不足の要因の一つだって言われてきてたし、午前中も与党の議員からその指摘ありましたよ。 あのあの業務が大変過密、これであのやめていっちゃうで、政府も認めてるんですよ、ところが新たな事務負担に対して、新たな手当を何もしない、これは私、おかしいと思うんですね、大臣、今からでもね、これ、ぜひ検討していただきたいかかがでしょうか宮越内閣府特命担当大臣。何度もご答弁申し上げておりますとおりです、ねえー、食材利用に,につきましては、これまでも保育料の一部としての、 聴取または施設による聴取により、保護者の方にご負担をいただいてきております。在宅で子育てをする場合でも生じる費用である、何度もお答えしていますとおりでありますけれども、義務教育においても実費相当の負担をいただいていることなどから、その考え方を維持をし、通園送迎費などと同様に引き続き、保護者にご負担をいただくということにいたしております。この取扱いにつきましては 関係者の方々にご理解いただけるよう、分かりやすい周知資料を作成するなど,とし,てなどして、行政の責任において丁寧に周知、説明を行い、円滑な実施に努めてまいりたいと考えております田村智子さんだから、ね。現場を分かってないで制度設計してるんじゃないかというふうにこう言わざるを得ないんですよね。 であのもう一点、でも時間もないので、さらに進みますけれども、これ、食材費が実費負担になるということは、どういう食材でどういう給食やおやつを提供するかっていうのは、施設側の裁量に任されることになるわけですね、これまた保育現場から危惧の声として上がっているのは、松竹梅が生じてしまうんじゃないのかと、こだわりの食材で、高い実費徴収、でこれうちは安く提供できますよと。 こうい松竹祝いが生じるんじゃないのかっていう危惧の声も起きてるわけなんですよ、ただね、認可保育所の場合は、入所申し込みに対して、利用調整が行われるわけで、保護者の意思だけで保育所選択をできないということを考えると、これはあの、どういう給食を提供するかが、事業者任せでよいのかっていうことも出てくると思うんです。 例えばですね、今、病院も病院任せなんです、事実上はね、だけど、医療保険の食事療養費は標準負担額ってこと示す、こういう仕組みがあるわけですね、このようにですね、何らかの公的な関与が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか小野田統括官。 お答えいたします。各施設、保護者の方々の混乱を招かないよう、食材料費の目安となる額や徴収額の算定にあたっての考え方等を示しすることとしてございますが、さらにこれに加えまして、この徴収にあたりましては、これまでの主食費や通園送迎費などと同様に、各施設が保護者に対して書面で説明を行い、同意を得ることを定める方向で検討しているところでございます。 実態を把握してまいりたいと考えてございます田村智子さん。これあの、保護者の了解を得てっていうんですけどね、そこに入所決定されてですよ、いや給食費が高いから辞退しますなんて言えないでしょ、そりゃ、保護者は。言えないですよ、そんなの。あるいはもうちょっといい給食出してくださいとか言ってね、その保育園変えるなんていう選択の自由は今ないのが実態なんですよ。だから、その目安っていうのにとどまらずにですね、もう少しですね、やはりその。 何らかのの、ね、標準的なものを私はは示すこと必ただね、もっとやっぱりね、土台のところは、ほあの保育士さんの方から言われてるのは、やっぱりね、その給食を保育の一環というふうに捉えれば、あのな,なんていうんですかね、そのうちのほこういう保育を行っていくと、それでお,おやつなんか、手作りおやつとかね、あの子どもたちと一緒に作ったりとかっていうのも、保育の一環であるわけなんですよ。 だからそこをね、やっぱりあの別だよと、その単なる食事だよというような扱いにすることの意味、そのことに対するあの現場からの反対の声っていうのは、これね、しっかり受け止めていただきたいっていうふうに思うんですね、であの先ほどあの大臣からは、いや、学校給食だって徴収しているんだと、義務教育である学校給食だって徴収していると、だったらね、私、逆転の発想だと思うんですよ、義務教育だって今、食育と言われていると。 やっぱりあの教育の一環で給食が提供されるということが私は義務教育において大切なことだと思います、あの同じものを一緒に食べるという喜び、ね、そ,それがあのどんなふうに作られたのかということを学ぶということも含めてね、であるならば義務教育の学校給食も無償の方向にと。 これわが党もその立場で今、地方議会であの質問を繰り広げてますけれども、そして保育についても、やっぱり給食は含めて保育なんだという方向に、やっぱり向かっていくってことも必要だと思うんですけどそこ大臣、いかがでしょうか宮越特命担当大臣、あの食育基本法、制定時、私は提出者の一人として答弁に立っておりました。食育の目的、これはですね、 食に対する感謝の念を育むというのが1点、もう1点は、えー、自ら食を選択する力を身につける、大きく申し上げて、食育の目的というのはこの2点であります。えーまあ、国会の審議、あの議員提案の法案でありましたけれども、衆参両院の委員会において、 えー、質疑を行った上でえで、ー、採決をして、えーまあ、成立をしたということであります、でしかしあの、食育基本法の中で,です、ね、基本法の審議の中で、で給食を無料化せると給給食、学校給食、あるいは幼稚園や保育園における給食、教育の一環であるから、無料化、無償化せよという議論は当時はなかったと。 いうことも記憶をいたしております食育イコール給食の無料化ということには私はつながっていないというふうに思っておりますでもちろん、えー、幼稚園保育所におけるこの給食食育あるいはこれは大事です、えー、やっぱりあの給食を調理する方々に対するですね感謝の念はもちろんでありますけれども生産から流通に至るまでの過程における そのまあ、携わってお出になる方々、あるいはその食事そのものに対する感謝の念というのはあの当然大事でありますし、そういうところを子どもたちがしっかり理解をするあの、給食だからといって、食育イコール無償化ということでは私はないのではないか、あくまでもこの食育は食に対する感謝の念を育む、さらには この自ら食を選択する力を身につける、大きく申し上げて、この2点が極めて重要ではないかというふうに考えております田村智子さんあのわが党は無償化目指して頑張りたいというふううにいうことを言っておきたいと思います、であのもう1点ですね、この年収360万円未満の場合、認可保育所に預ければ、給食食材費の実費徴収は免除となります、それでは認可外施設の場合にはどうなりますか。小野田統括官 お答えいたします今般の改正法におきましては、認可外保育施設につきまして、食材料費相当額を給付する仕組みとはしてございませんが、保護者の同意を得て、適切な金額が徴収されることが重要と考えてございます。現行の子どものための教育保育給付におきましては、認可保育所等が食事の提供に要する費用の支払いを求める際は、あらかじめ当該金銭の使途および額並びに、支給認定保護者に金銭の支払いを求める理由について、書面によって明らかにするとと,ともに、保護者 に対して説明を行い、文書による同意を得なければならないこととしているところでございます。今般の認可外保育施設の無償化にかかる子育てのための施設等利用給付につきましても、現行の教育、保育給付における手続きを参考に、同様の基準を内閣府令で定める方向で検討しているところでございます田村ともこごめんなさい、同様の内容っていうのは、360万円未満は免除、違いますよね、免除にはならないんですよね、ならないんですよ。 これ、法案の30条の11で、あの施設等給付費の額については、食事の提供に要する費用、その他の日常生活に要する費用のうち、内閣府で定める費用を除くとされているので、非課税世帯も含めて、これはあの免除にならないんですよ、徴収されるということになるんですね。その認可施設との公平性の観点から、支給対象となった、ね、あの支給対象に認可外も入れるよと、こういうふうにした経緯から考えるとね、 こ,こは所得にかかわらず、食事が対象から外されているというのは、これはバランスに欠けると思いますが、大臣、いかがですか宮越特命担当大臣。はいあのおお あの何度も申し上げておりますけれども、えー、認可保育所については、もう公定価格の仕組みがありまして、これまでもこの食費については、補給料の一部として負担をいただきつつも、生活保護世帯、ひ人あり親世帯の負担は免除してきております、えー。他方、認可外保育施設等につきましては、 これまで利用者負担軽減の仕組みはないところでありますが、待機児童問題により認可保育所に入りたくても入れず、やむを得ず認可,保育認可外保育所、保育施設等を利用せざるを得ない方もおいでになりまして、負担軽減の観点から無償化の対象としております。この認可外保育施設の無償化については、利用料が施設ごとに自由に定められていることを踏まえまして、認可保育所の利用者との公平性の観点から、 認可保育所における月額保育料の全国平均額を上限として給付する仕組みとしております。公定価格のある認可施設とは、給付の仕組みが異なるものでありまして、利用料が施設ごとに自由に定められているほか、利用実態もさまざまなものがあることから、認可外保育施設について、食材料費相当額を給付することは難しいものというふうに考えております田村智子さん。 あの公立保育所のことも聞きたかったんですけど、も時間になってしまいました、あの本当にね、制度設計が様々におかしいと、今のもその認可に預ければ給食費の実費徴収免除なんですよ、ところが同じ収入で認可外に預ければ、保育料も無償にならなければ、給食費の部分も免除にならないんですよ、本当にね、これであのなんていうんですか、公平性はどうなってるのかということもね指摘しておいて、あの質問を終わりたいと思います。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 案の修正について、矢田さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。